局員の和野です。お疲れ様です。先ほど INI さんの、あれですね、生配信、ライブ配信終わりまして、これ撮っております。今18時50分です。2個発表がありましたね。1個が、サードシングルが発売決定、8月24日カムバック決定です。そのシングルは、MM ということで、タイトル曲というか活動曲は「パスワード」っていう曲で1つと、今回は、投票はなしということだそうです。でもう1つのニュースが、なんとアリーナツアーが決まりました。2022年、今年ですね、18、12月、冬ですね。全国4都市、愛知、大阪、東京、福岡っていうふうに出てました。去年ファンミーティングで、11月に、行って以来ですね、ミニのだけの空間の中で、ライブをするという、しかも全国アリーナツアーが決定しました。で、その発表があったのと、もうこれからあれなんですよね。この後19時に、M の発表が、M の詳細が出ます。しかも予約が始まるんですよ。なんで、ちょっと今から予算立ってて、もうちょっと私、もうあれこれ考えずに、なんていうんですかね、ビジュアルが出たら買うとか、いろんな方法あると思うんですけども、私、これだけを INI さんに使いたいなって思うお金があるので、それあるので、お金はないんですよ。ないんですけど、そういう、なんですかね、私が楽しめる範囲で、買い物ができる、ただただそれが嬉しい。2月24日に以来なので、3,4,5,6,4ヶ月ぶりのお買い物ですね。いやー、あと7分か、ちょっと待てないので、一回ちょっとカメラ止めようかなと思うんですけど、私さっき配信見てたやつを自分でカメラで撮ってたと思ってたんですけど、撮れてなかったんですよ。撮れてなかったんです。びっくり。でも、黙って聞いてるだけやったんで、ええかなと。でも、内容を振り返ると、さっきブツブツ喋ってたんで覚えてるんですけど、18時ですね、配信が始まって、最初ビフォーアフターですよね。で、結成当時と今の写真、桜色の背景の写真が当時出たんですけど、それと同じポーズをして今の自分っていうことで、ビフォーアフターっていう写真を見比べて、いろんなことを振り返って、身の大人になったよねみたいな話をして、でその後、15分それをやって、で次の15分で色紙 INI クラスっていう、YouTube のコンテンツがあったんですけど、その中で最初にやった色紙の交換ですね。一人の色紙に全員分がコメント書くってやつ、それをもう一回やりましたって。今回は冬く君がいるんですよね、全員でやって、でそれでそれぞれピックアップして、ちょっと一言二言紹介して、こんなこと書かれてたみたいな話をして、でそこから重大発表がありますっていうことで、アイナエさんからミニさんへのサプライズっていうような形で実行されました。いろんな発表の仕方があります。一番見たいのって、そのツアーをやるっていう瞬間を発撃するメンバーの表情とか、そういうのが見たかったりするんですけどね。今回いろいろスケジュール上で、多分ちょっと後ろ倒し、半月ぐらいちょっと変わってきた部分もあったので、そういう演出がちょっとできな、やろうと思ってたけどできなかったか、もともとそういう予定がなかったかっていうのは分かんないですけども、でも、
嬉しいですね。生配信でやっぱ時を同じくしてこういう風にファンに伝えようってなるべくこうギリギリそこまでそれを選択してもらえたっていうのはすごい嬉しいなって思います。はい、言うてる間にあと5分になっちゃったんでちょっとまあでもちょっと考えて、ね、またもうちょっと申し込みとか落ち着いてからやりたいなと思います。はい、皆様まあ、配信ね見守れなかった人見守れた人いろいろいると思うんですけれども嬉しいですね。ちょっと先の予定が立ったので嬉しいです。本当にもうぜひライブをしてもらってファンから栄養をもらってでなるべく INI っていうグループが幸せにアーティストを続けてもらえたらなってその11人でやってもらえたらなっていうのが私のただ一つの願いなんで、ね、1回に今ペースはなっちゃってるんですけどもでもつながる力を信じてねこれでやっていきましょう。でチケット頑張って取りましょう。取れなくても仕方ない。取れたらラッキー。それで考えております。はい、以上追っかけ情報局の和田でした。ありがとうございました。失礼します。